もよろしくお願いいたします。よしきさかんからゲームでブログ忍者対戦ですテルのコーナーでございます。私、洋食居酒屋からの店長、中島すみと申します。よろしくお願いします。飲み屋やってます。さあ、ということで、今回もね、教団入り口攻略ということでやらせてもらうんですけど、まあ、正直なところ、まあ、この3つも、まあ、この3つも、煉獄の当てる位置さえちゃんと分かってたら、特に問題はないんじゃないかなっていう。まあ、全然僕はもうちょっと先でストップしてるんで、まあ、そこの間の、まあまあ、つなぎみたいなステージなんで、まあ、今回も、普通の話をしていきます。ということで、よろしくお願いします。じゃあ、早速、見ていきましょうか。はい、ということで、スタートしましたけれど、まあ、今回もね、煉獄をまずオート戦闘を解除しておいて、真ん中に、前列の真ん中に、ポンポンと置き煉獄しておけば大丈夫かなと思います。以上です。マジで以上です。せー、いや、まあ、普通の話するって言ったんですけど、なんやろ、やっとなんですけど、忍者対戦やってる人に会いました。学生の時の幼なじみの人にもやってって言ってお願いしてやってもらったんですけど、もうやめちゃったんで、ちゃんと続けてる人っていうのにやっと会いまして、まあ、どこで会ったかって言ったら、店で会いまして、そう、店なんですよ。うわ、忍者対戦のゲームブログ、やっててよかったって思ったのは、なんかやっとこう知ってる人に会えたっていうのがありますけれど。まあなんかその店に、まあ行きますって言われて、まあでも僕12時までやったんで、ちょっとね、もうギリギリの時間に連絡をいただいて、まあまあ来ていただいて、で、あ、すいません、どういう経緯で来られたんですか。まあ大体ね、大体女装コミュニティか、なんかもっと別のコミュニティかっていうのがありまして、まあそれ以外やなっていうのはなんとなく察したんで、で、まあどっから来られたんですかって言ったら、ああ、いや、実は忍者対戦から来ました。もうびっくりしすぎて、忍者対戦から来んのってなって、嘘でしょって言って、絶対嘘やと思って、もうなんかびっくりすぎて、で、まあ聞いてみたら、ああ、こうで、かーで、ああで、ああって、なったら YouTube にコメントもいただいてて、以前、もうずっと前に、ありがたい、本当に。なんか感動の嵐でしたね。あ、やっててよかったなーって。いや、なんかね、ほんまに、マジで、なんやろ、もう、なんか、以前、なんやろ、これ、僕もなんかのゲームやってた時の広告で見て、始めたんで、だから、で、今、忍者対戦の広告ってあんまやってないと思うんですよ、多分。だから全然出てけえへんから、まあね、その時に比べたら人口もね、落ち着いてしまったんかな、っていうのがありますんで、しゃあないかなと思うんですけれど。いやー、でもやっててよかったですね。で、まあ、どこまでなんかね、すごいやり込んではる人やったんで、まあ、見してもらったんですけど、ああ、なるほどね、と思って。で、なんか、参考になることを、ね、なんかこう、聞いたりして、こう、勉強、あ、なるほどね、つって、あ、なるほどね、ここで極高なんや、とか、っていうのを、なんか確認して、終わりました。その日は終わったんですけど。で、なんか聞いたら、関東には、まあ、ぼちぼちおるぞ、と。関東で、なんかそういう、なんか集まってはんのかな、みたいな、があるらしいんで、やっぱ関東ってすげえなーって、憧れちゃうなーって、いや、なんか、で、なんやろ、なんか忍者対戦やってる人この店来たがってましたよって言われたんですけど、まあそれに関しては気使われてるなと思ったね。ちょうど店閉める時やったから誰もおらんかったから多分気使われたなと思っていや気使われたじゃない、気使っていただいて恥ずかしいと思って、あ、絶対嘘やと思って、絶対忍者対戦ユーザーこれ見てへんもん、これ絶対見てへんもんと思ったけど、まあね、優しいなと思ったんで、ありがとうございますって、まあその人らにもよろしく言うといてくださいとは言ったんですけど、これがね、いやこれ嘘じゃなくてほんまですよって言うんやったら、ぜひもうね、連絡とかをくれたら、まあ、まん延防止で休んでますけど、復活の折には、ぜひ、ね、もう、ぜひ来ていただけたら非常に嬉しいんでございます。という感じの、
話ですね。忍者対戦ユーザーはリアルで俺の周りにはいなかったけど、探せばいたという感動のお話でしたね。ぜひ、仲良くしてください。ヨシュキサカンカラという飲み屋をやっておりまして、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、では、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またよかったらチャンネル登録、Twitter、フォローなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。